バレーボール世界選手権は国際バレーボール連盟が主催するバレーボールの世界大会である。国際バレーボール連盟が初めて作ったバレーボールの世界大会であり最も伝統のある大会である。日本国内での通称は世界バレーまたはヨバレー。すべてのスポーツにある世界選手権大会の一つ。1962年大会から4年に一度開催されている。 ワールドカップオリンピックと合わせてバレーボール三大大会として位置づけられている。1949年に第1回男子大会がチェコスロバキアのプラハで開催された。試合会場は屋外テニスコートを再利用したものであった。参加国は全部で10カ国でヨーロッパに限定されていたため事実上のヨーロッパ選手権であった。1952年より女子も開催。 日本が世界選手権に初参加したのは1960年であり、この時の結果は男子が8位、女子が2位であった。1962年の女子大会では日本がソ連を破り優勝した。ここからしばらくの間、日本とソビエトの二強時代が続いた。日本は1962年から1974年までの4つの 世界選手権のうち3回金メダルを獲得した。1962年大会を経て、1964年にバレーボールがオリンピックの正式種目になった後の1966年からは4年に一度オリンピックの中間年に開催されるようになった。世界一を決める唯一の大会ではなくなり、次期オリンピックへの重要な前哨戦という位置づけとなった。 1967年の女子大会は1月に日本で開催されたが北朝鮮が正式国名が呼ばれず国旗形容、国家演奏が行われなかったことを不服として参加を拒否し、これにソ連が同調し参加を取りやめたため参加国はわずか日本、アメリカ、韓国、ペリューの4カ国しかなかった。日本が優勝したものの史上最も盛り上がらない大会となり、 世界選手権の伝統と権威が揺らぐものとなった。1970年にはアフリカ大陸からも出場し、5大陸すべてから出場するという当初の目標を達成し本当の意味で世界選手権となった。1998年には日本で男女の大会が開催された。男女共同開催は1974年のメキシコ大会以来のことである。 2002年の女子大会は優勝候補と言われていた中国が準決勝でイタリアに敗れるという波乱があった。イタリアは決勝でアメリカに勝って初優勝した。2006年は男女とも日本で開催されたが2005年11月には2010年の女子大会も日本で行われることが決定した。女子大会が2大会連続で同一国で開催されるのは史上初である。 2005年12月には2010年の男子大会がイタリアで行われることが決定した。2006バレーボール世界選手権の組み合わせ抽選会が2005年11月東京都内で開かれ、開催国の日本は男女とも1次リーグ A 組にシードされた。2014年大会よりビデオ判定を求めるチャレンジシステムが導入された。 出場国の数は何度も変更が行われているが、現在世界選手権に出場できるのは全部で24カ国であり、オリンピック、ワールドカップを規模で上回る。開催国と前回大会優勝国が出場できる、ほか、各大陸における予選を勝ち抜いた上位チームが出場することができる。出場できるチームの数の各大陸の内訳は、FIVB ランキングをもとに決定される。 バレーボール男子世界選手権に参照。バレーボール女子世界選手権に参照。AAB1966 年大会は、女子はペルー、メキシコの相次ぐ開催地返上を経て、1967年1月に日本で開催。2019年12月9日に、世界アンチドーピング機関がロシアに対し決定した、同国におけるドーピング行為への制裁措置により、 ロシアは4年間の主要大会の開催を禁じられたため、異議申し立てで処分が覆らない限りロシアは開催資格を失う。コトバンク月間バレーボール2014年10月号141ページ、TBN 出荷状必要バレー世界選手権中継、朝日新聞2006年11月21日付長官。ありがとうございます。